NG とジャックマンペイのエクストリーム考え方の授業頑張るぞということで、しょうもなかったですね。もう今の瞬間に消される通るかもしれないですけど、ちょっとこの前インスタグラムの方で質問の募集をしたんですよ。その質問の内容を見たらもう偏ってることが多くて、まあ、海外、今この時期に海外行く方法とかそういうの多かったんですけど、もっと多かったのが僕の考え方とか、人と長くなる方法とか、苦手な人との付き合い方とか、仕事がうまくいきませんとかっていうところがなんか意外と多かって、そういや俺考え方の話ってしたことないなと思って。確かに考え方って、僕こうやって YouTube 出ていろんな海外行って人、いろんな考え方の人に触れ合ってる中で、やっぱり俺の考え方って特殊になってきてるんやろうなって感じて、でその特殊な人間の考え方っていうのを共有するのって結構いいんかなっていう風に思ったんで、この動画撮りました。最初に言っとくんですけど、決して僕も素晴らしい人間でもないし、僕の考え方が合ってるわけでもないし、批判されても当たり前だと思うし、僕すごい偏ってるんで、そういうのを最初に言っとくんで、もうこれ聞いてもし自信持てたなって思う人とか、あこの考え方があるんやと思う人とかがもしおったらええなと思って動画を撮ってます。ほんまに参考になったなと思ったら、参考になったなって思ってください。エクストリーム授業やから、ちょっと目次、こんな感じの目次やるわ。でこんな感じの目次で話していくんで、この質問がかぶっとってん、だからあこの辺やと俺話せるなっていう話があるんで、こんな感じの目次でいきます。この第一歩目ってやっぱ確かに難しいね。僕がこの旅の YouTube を始める第一歩のきっかけっていうのは、自分の会社を作ってその会社が失敗して700万円の借金を負った時に、僕は第一歩目を踏み出しました。会社作った時も第一歩目踏み出してんけど、それはもう自分から動いたっていうよりか、周りの後押しがいっぱいあって動いた結果であって、そこはもう一人の第一歩じゃなかったけど、第一歩目っていうのが、僕も初めてバックパッカーとして海外を旅したの。これは借金背負ってもう何もすることなくて、もうどうしたらいいかわからん時に、一人でヨーロッパを一周しようと思って、その借金を背負った内容っていうのは僕のちょっと本の方に書いてるんで、その壮絶な人生があって僕はもうそんだけちょっと大失敗をしてしまったっていうのも書いてます。まず一人でヨーロッパ行って、0円で行って、行きの航空券と帰りの航空券だけ、行きイスタンブール、帰り1ヶ月後、バルセロナから2本、もうこの航空券だけで行って、借金800万もあるわけやから、海外で遊ぶような金なんて全くないやん。そんなんやったら金返せっていう話やから、ほんまに金もなかった。クレジットカードとかもブラックになってた。だからクレジットカードも使えません。デビットカード、ほんま金ないとデビットカードなんか使えないんで、デビットカードは持ってるだけでした。ほんまに無一文で行って、でも始めたのが、100均行って寿司とかの消しゴムを買った。それも全部路上で売ろうと思って、あとそのバックパッカー稼ぐ方法みたいなんで検索したら、習字の半紙と習字の筆だけ持って外国人の名前を漢字で書くっていうのを書いとったから、これやったら誰でもできると思って、字汚いけどそれをやろうと思って持って行った。0円で着いた土地があって、もうそこでもういろいろあって、もうイスラム国連れて行かれかけたりとか、強盗と携帯の引っ張り合いっこしたりだったりとか、危ない薬物とかをこう伸ばされそうになったりとか、一人でバックパッカーでもうカメラも何もなく行くってことはめちゃくちゃカモやねん。一人で旅すんの初めて、その時俺もうカモでしかなかったから、いろんなやつに何か僕のものを奪われそうになった。でもなんとかやり遂げて、結局1ヶ月経って9カ国0円で回れてん。 YouTube やる前の話な。でそこでいろんな人との温かい出会いとか、いろんな人に助けられたりとか、自分を一人で見つめ直す時間とかめちゃくちゃあったから、もうそこでいっぱい考えて、いっぱい考えた。で最初に一人で0円でヨーロッパを回って、1ヶ月後にバルセロナから帰ってくるなんて俺無理やと思ってん。もうどうせ途中で諦めるんかなと思っとってんけど、やってみたらできてしまって、でもお金ないっていうところでみんな諦めると思うねんけど、お金がなくて時間があった俺はそれでやってみたらいけてん。もう嘘みたいな話じゃん、お金ないのに9カ国もヨーロッパ回るなんて。それがいけた。それが1個目の俺の自信につながって、日本帰ってきてもやっぱ借金だらけやし、お金もないからどうしたらいいかなっていうところで悩んでたら、たまたま元相方の涼介と出会って、そこで涼介と YouTube を始めることになってんけど、絶対これってやった方がええんや、行動力を持つために人生一回からやったらええんやって僕よく言ってると思うんですけど、やることってほんまに大事やねん。あこれいい考え方やなと終わる人はいっぱいおると思うけど、やる人あんまいなくて、でこれで何でやったらいいかっていうのを確信持ったことがあって、インド行った時にインド人にカースト何って聞かれて、でカーストって何かって言ったら、インドの昔から根強く伝わる文化みたいなもので、スクールカーストとかでよくあるやん。インドってそれが強烈で、例えばチャイのコップ、あれを作る家系に生まれたら、あのコップ以外は作ったらあかんねん、その家。
だからそのコップを作る家系に生まれたら大人になったらそのコップを作るしかない。でも嫌やから他の仕事したい、殺されたりすんねん。今都会の方ではもうそういうのなくなってるらしいけど、田舎の方ではまだあるらしい。そこのインドの人にカースト何って聞かれて、もう俺そんなん知らんやん、そんなんないよって言ったらインド人の人が驚いてたらしくて、もうその人もインドで何も知らんかったんかもしれへんけど、インドってカーストがあるのに日本ってないんやみたいな。インドではカーストがあるの当たり前、日本の俺らも日本で生活して日本人の生活考え方当たり前、でもインドも当たり前、それがないねん。俺らにはない文化やねん。ないって言ったらインドはそう、こういう風なカースト制度があってっていうのをそこで俺初めて教えてもらって、えぐいなこれと思って。なんでかって言ったら、自分が例えばテレビとか見ててサッカー選手になりたいと思ってもサッカー選手になられへんねん、インドは。カーストのせいで、インドがカースト制度がもうずっと根強く昔からもう歴史としてあったわけで、そのカースト制度の中ピラミッドの中にない職業っていうのがあって、それが IT っていう分野で、この IT っていうのは新しい分野やんか。だから昔から根強い歴史のカーストになくて、成り上がりたい俺はこのコップ、チャイのコップ作るだけじゃないってやつが立ち上がったのが IT っていう分野やね。 IT は唯一挑戦しても怒られない分野やね。だからインドの人たち、そういうカーストが低い人たちが数学とかぶわー勉強して、カースト制度にない IT を頑張って、今インドって IT でもうすごい企業がいっぱいあるやんか。そういうのでインドの IT っていうのが発展されたって言われてるらしくて、それを聞いた時に、俺ら日本人って何をしても許されるやん。はっきり言って、学校卒業して普通に就職して進路指導の人がおって、こういうところ就職いいんちゃうかって大学に募集してるところを受けて受かりました、で新社会人になって社会人のコミュニティができて、社会人の中の先輩が話すことが一もう全てやと思って、新卒なんて洗脳されるやん。その洗脳のおかげで5個10個ぐらい離れてる上司、5年後10年後ってもうその言ってる上司と自分と同じやからな。もうそのまま何も行動せへんかったら、その最初についた上司と5年後同じようになってんねん。だってそれしか知らんねん。もう自分って考え方が凝り固まってしまうねん。居心地のいい上司、こう離れなさいってよく言うねんけど、居心地のいい上司といたら、もうそのまま行ったらその居心地のいい上司と同じぐらいにしかなりませんよって。だから会社の中だったら居心地の悪い人と一緒にいなさいと。居心地の悪い上司っていうのはいろいろ指摘してくれるから、自分の成長ポイントがあるからそこで成長させてくれると。居心地のいい人とばっかり付き合わずに、俺はもうムカつくこいつってやつらにバーって一緒に酒飲みに行こうとか言ったりして、いろいろ自分の成長させようかなと思ったりしてた。最初にヨーロッパ一人で行った時の自信が確信に変わって、これはやらなあかん、人生一回何でもできる、この環境に生まれた俺めちゃくちゃラッキー、ガチャガチャで言ったら大当たり、パチンコで言ったら疑似連4、そんぐらい思って、俺はもうやりたいこと何でもやらなあかんなって思って、そこで確信した。ここに関しても俺も未だに迷ってるし、やっぱいろんな人どんだけ成功してる人でも迷ってると思うし、まして俺なんか成功もしてへんし、迷い事なんかたくさんあんねんけど、どうしたらええかわからんっていうのは難しいところであって、何かって言ったらどうしたらいいかわからんっていうのは、例えば唐揚げ好きな人が唐揚げ食ったことない状態で何が好きかわからんみたいな状態で、要は知らんねんそれのこと。カンボジア行った時に、小学校でみんなの夢を聞いた時に、カンボジアの小学生5個ぐらいしか夢なかって、その5個の何かって言ったら、教師、ポリス、車の修理、消防士、あとなんかもう一個忘れた、この5個しか夢知らん人って何かって言ったら知らんねん、周りにおらんから。テレビもないしネットもないし、身近からしか憧れることができひんから、夢がその5個に凝り固まってしまったっていうこと。俺らと照らし合わせると、何をしたらいいかわからん、どうしたらいいかわからん人って、何をできるか、どういう分野があるか、自分が何を向いてるかわからん状態やねん。だからいっぱい経験した方がいいね。海外行ってもいいし、今までの自分の人生、まあ20代やったら20年間自分がやってきてなかったことをやるとか、付き合ってきてなかった人と付き合ってみるとか、そういうことの自分のチャレンジの第一歩っていうのは、自分探しとかってよく言うやん。ああいうのは俺別にしょうもないいらんかなと思うねんけど、今までやってることを変えてみる、逆のことをやってみるとか、考え方を全部、あれ逆にこれやったらどうやろうとか、あ逆にこいつにこういう風に言ってみたらどうやろうとか、逆にここの紹介とか人の付き合いやってこなかったけど逆に言ってみたらどうなんやろみたいな感じで、いろんなことを経験してみると新しい何かが見つかったりするねん。これほんまにおもろいぐらい。俺も海外は好きやったけど、一人で旅するのとかそんなに好きじゃなかったもん最初。普通に友達と海外旅行行って台湾行ってクラブ行ってナンパするとか好きやったよ。パカオ行ってカジノする好きやったよ。でも一人でバックパッカーで旅をするなんて別に興味なかったよ。でもやってみたらそれが俺は大好きになって、
知らんこといっぱいあったから、あれをやることによって辛いこともあるけど、人との出会いとか優しさに触れたりとか、見たことない景色を見るとか、知らんこと知れんねん。でそこで、あ、自分ってこういうのが嬉しいんや、こういう時こうするんやっていうのを新しく知れるから、そこで新しい目標ができたり夢ができたりするねっていうことで、すごい俺は迷ってる人にとってはもう今生活してることと全く違うことをやってほしい。やることによって新しい何かが見える。もう、まあ、何かって抽象的な言い方やけど、ほんまになんかあんねん。いやないよって言って諦めるんじゃなくて、何かやってみること、今までのやってきたことと変えてみること、何かを変える、何か見える、絶対。人生においてね、やっぱ俺大事にしてることっていうのは、もうこれは確信です。一つしかない、人間付き合いです。間違いない 100%。 そんな俺も若造やし、成功してるわけじゃないし、素晴らしい人間とは思ってへんし、やらかしたりもするし、なんぼでも。でもこれだけは確信して言えるのが、人との付き合い、ここは絶対に裏切ったらあかんし、不義理をしない。不義理って何かって言ったら、義理と人情やな。もうこんな古い話になるかもしれへんし、今の時代に合ってないって言われるかもしれへんけど、ほんまにこれって大事で、どんだけ大事かって言ったら、みんなが付き合ってる人の中で、うわこいつにちょっと不義理してしまったなとか、この先輩に不義理してしまったなっていう人が思い当たると思うね。みんな思い当たると思うけど、この動画終わったら勇気出して連絡してみよう。当時お世話になってたのに今連絡できてませんでしたとか、当時あんなことしてくれたのにあんな感じで終わってしまって申し訳ございませんでしたとか、何でもいいから、この動画終わった後にメッセージ送った方がいいと思う。なんでかって言ったら、周りの人ってほんま気持ち悪いぐらい繋がったりするね。日本ってめっちゃ狭いで、世界は広いけど日本でその中の島国でめっちゃ狭いから、ほんまに印象やったりとか悪い噂っていうのが出てくるね。そういうやつら俺いっぱい見てきたから、本気で今後伝えれる。不義理するやつは一生不義理します。人のことを裏切ったやつは一生裏切ります。これはもう俺はほんまにそう思う。なんでかって言ったら、その人の性格やから。変わるかもしれへんけど、何か意識しない限り変わらないです。何かいい方に飛びつく人間とかいっぱいおるやん。絶対にそういう人生を歩んでしまう。自分が歩んだ中でそういう履歴に残るんやん、人生の。こいつはこういう歩み方をして今ここにおるんやなってことは、もうここの後ろの履歴の人たちはもうそういう印象しか持てへんから、絶対に心の中の友達とか仲間とかもできへんし、もうそういうやつは顔にも現れるかもしれへんし、言動にも言葉にも目の動きにも現れるかもしれへんし、見る人は見るから信用してもらえへんかったりするね。俺はもうそこの不義理とかそういう人間関係っていうのは絶対に大事にしようと思ってる。でもここまで話したらね、もうこのテーマに関してはもうみんなわかると思う。苦手な人、俺が最初に言ったように、俺は苦手な人と関わるようにしてた。なんでかって言ったら、自分が成長できるから。あと向こうも苦手やから、どうせ俺こっちが苦手やったら向こうも苦手やねん。そいつとどういう風にうまく仲良くしてやったらいいんかっていうのを考えるし、例えば営業してた時も、うわこの人苦手やけどこの人から契約取らな、数字取られへんなってなった時に、どうやってこの人に気に入られて、どうやってこの人が求めてることをやろうかなって考えるやん。あ、こういうタイプの人はこうなんやっていうのが自分の頭の中にも残っていくねん。パターンというか、いろんな人と仲良くできて、もう八方美人になれっていうわけじゃないんだけど、普通に考えて何か仕事するときって気が甘いやつもおるかもしれへんやんか。でそこで仲良くしたりするのってプラスやん。こういう人とこういうつながり方したら、意外とこの人ってこんな感じでいい感じで仕事が運ぶんやみたいなとかあるから、そこってやっぱ絶対プラスになることやからやった方がいいんだけど、もうここまでなんか自分の中でいろいろ経験をして、こういうものが大事っていう確信が持てて、自信が持てた場合は、例えば苦手じゃなくて変なやつとかっておるやん、もうそういうやつはもう俺はもうほんまに無視してる。0100で関わる関わらないって考えて、こいつは関わらない、でもこの場だけ関わっといた方がいいんやったら関わっといたろ、かわいそうやなこいつって思いながら関わってる。これ性格悪いと思われるかもしれへんけど、全員に 100% 持っていく必要ないから。変なやつって世の中いっぱいおるから、マジでその変なやつに対してはもう0100で0。でもその場で嫌な雰囲気にすることってお互いストレスかかるし、あ、無意味なことやから、その場は合わせたらいいと思う。でも最後これね、今後僕は多分早い段階で挫折すると思います。今までも挫折してきました。皆さんも挫折することでしょう。でも僕が挫折をした時に思ってることは2つあります。1つ、これは会社作った時に思ってたことです。借金があって失敗してヨーロッパ一人で旅して、もう何してんのこれ、後先考えてない行動と思うじゃないですか。でもまあ1000万円以内ぐらいやったら、多分 2,3 年やったら返せるんですよ、何かしたら。僕はその時考えてたのは、2年間もう住み込みでカニ漁とか、あとはマグロ漁とかっていうのに本気で行こうと思っとった。あ、もうこれで失敗したら最短で2年、今生きてるみんな、俺も今生きてるこの瞬間って僕らの人生の中で一番若い瞬間なんですよ。わあ、もう年取ってるんですもん、こう病気残って。
5年後に失敗するのと、もう今失敗するんだったら 100% 今失敗した方がいいやんか。失敗するんだったらマジで早めにやった方がいい。もうリカバリー効くんで早い方が。もう一個、人に頼ろうと思ってます。プライドもなんもないです。僕今こういう風な仕事してるんで、いろんな人と付き合ったり出会ったりすることがあります。その中でもやっぱり自分で仕事してたりだったりとか、どっかでなんかの決裁権があったりとかっていう人たちがおんねん。そういうのもない人もおんねん。今後そういう風になる人もおんねん。こういう出会った時に、親がさっき言ったように人間関係全部作ってるから、そこに関しては誰かに頼りたいです。不義理をせずに、今調子乗らずに、そういう時に今出会った人たちに対しても、ほんまに我々あかん時頼むでってめっちゃ言ってます。人間関係、もう こことあともう早めの失敗、この二つがあったらもう挫折が怖くなくなるっていうか、ゲームしててもラスボスおって、ラスボスの一個前でセーブしとったら怖ないやん。そんな感じ、まあ大丈夫2年ぐらい乗せようかみたいな。刑務所入るわけでもないし、犯罪をするわけでもないねんけど、そんな感じでもう挫折があったりした時も怖くないっていう状態を作って挑戦をしまくるっていうのが大事だと思います。はい、ということでね、ちょっといつもと違う動画になったんですけど、この動画を撮ったのもやっぱり最初の思いはちょっと日本にいて動画のネタがなかったっていうところがまず第一です。ほんとこれは正直に言います。ただそこで質問コーナーやろうと思って、質問が来た時に見て、このテーマについて話してみようかなと思って、でその中で自分が話せることを話しました。生意気やったらごめんなさい。まだもう僕なんてね、成功もしてない人間が皆さんにこうやって伝えるのも申し訳ないかなとは思ったんですけど、一応伝えてみました。ということで、やっぱ僕話させてもらって、やっぱ人とのつながりっていうのが一番大事だと思うんですよ。よくね、僕も社会人の若い時とか人脈を自慢する人とかいっぱいおったんですよ。俺はこんな人脈を持ってるとか、この人知り合いとか、嘘つく人っているじゃないですか。人脈、この言葉って僕めっちゃ嫌いで、人脈の定義って何なんですかと。僕はこれ先輩に教えてもらったことが、人脈の定義っていうのは何か、黙って100万円くれる人がどんだけおるかっていう風に教えてもらって、はっと思ってんけど、確かにそうやなと思い出して、なんでかって言ったら、黙って助けてくれる人、理由も聞かずに助けてくれる人、僕なんかもうほんま少ないし、知り合いはおるけど、ほんまに人脈かって言ったら違うねん。だからそこほんま勘違いせんといてほしい。いっぱいそんなやつおるから。ってことで、まあ、僕はその中でも今までこうやって構築してきた中で人間関係を、100万円を貸してくれるっていう友達が少なからずおる。そこの俺の人間関係の作り方っていう集大成みたいなものをやっぱ見せた方が、この動画の信憑性にもつながると思うから、それも最後、まあな、連絡してみようと思う。まあみんな知ってるおなじみの人です。じゃあちょっと電話する。二つ返事やと思う。はいはい。あ、翔君久しぶり、元気？おい、マスター久しぶり。刑務所出てきた？入ってないわ。相談があってさ、何も聞かずに聞いてほしいんだけどさ、困ったことがあって。どうしたの？金がなくなって、やっぱ動画出せなくて、100万貸してほしい。なんで？電話ある？なんで？あれ？100万貸してほしい。はい。電話ある？なんで？なんで？なんで？あれ？なんで？え？今日も動画最後まで見てくれてほんまにありがとう。概要欄に僕のインスタグラム、ツイッターアカウントが貼ってあるので、そこからフォローもほんまによろしくお願いします。エグジットジャック万平初の本ハイパーディープディープジャーワールドジャーニーも予約販売中、気が向いたら買ってください。前回未公開とされておりましたブラックマーケット、圧力がかかった動画があんねんけど、動画出したいと思います。マジで。